演武開演。どうも、私のズレズレなる日常演武さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートのドルフィーの牛丼ひき肉を食べたいと思います。コチュジャンマヨで辛さを調節したくて、韓国とメキシコとマヨネーズはどこだ、いろんなものが日本で合体してますけど、でも美味しそうですね。これ野菜もお肉も、これは楽しみです。ではちょっといただきます。もちろん弾力のある生地に包まれた甘辛い焼き肉がとても美味しかったです。本当に甘辛い程よい辛さなので、うわーってなるようなものがね、程よくご飯の生地と相性、野菜の相性を感じることができて美味しかった。野菜もたっぷり取れますし、おすすめですね。ただやっぱり食べにくさはやめますので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分塩分。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。